将棋将棋の先鋒拒尾者ポンポン桂ツポンポン、桂ツとは、将棋の先方で対島飛車への急戦の一つ。古典定石の中の一戦形で、富沢三夫が生前好んで刺したことから、富沢キックとも言われる。第一図の要領で四五語と、ふわたまに、桂ツを捨てるのがこの先法の急所であり、拒否者側の陣形は、 図のような5七銀左型の船囲いである必要はない。以下、4五同歩3三角なり同型に4歩として、一飛車が、かつら損ながら飛車先を突破する。ポイントは、4五桂に角を逃げられない状態であることで、従って4日飛型や、4五桂に1五角と逃げる手が3七角なりの、先手となる場合では成立しないほか、 三2銀型でも、あとの二筋突破ができないので注意が必要であり、四三銀型以外には、仕掛けが成立しない。一5角の筋を警戒しなければならない場合には、事前に一六歩と突くか、5手が六四歩マイナス五三歩型で六四の歩が、浮いていれば5五5角と出る。5五5角に対しどのように六四の歩取りを受けても、振り飛車の囲いは何かしらの傷を作ってしまいやすく、 午後の角の利きで37の地点を受けられるため16歩を省略できる。ただし、午後角に6に引とできる場合は、例外で、午後角は成立しない。午後の角の狙いは、また4六角と引いて2、2四歩を狙う順もある。第3図は1991年7月4日の王座戦、富沢三清対藤井武志戦で、 五三歩から三二銀型島飛車に五五角を出た、局面から六三金に七七銀として、次に四六角から二四歩を狙ったものであるが、後手藤井は三二の銀を四三に上げたので、第三図の通り四五カツが入り、以下同歩に三三角なり同桂に四歩、同歩同飛と、先手カツラ損ながら二筋突破を確実にし、以下先手が勝利となった。 三七桂に対して振り飛車が三二銀、五四銀、四一飛、三二飛と四五桂に備える手もあり得る。三二銀に対しては五七に駒がいない場合、六六角として、次に五七角に四歩を見せて四三銀を、強制してから打開する手法がある。五四銀には二六飛三五歩同歩四六銀、または、桂馬があらかじめ三七に跳ねているので四六銀。 三五歩も成立するなど、角頭攻めにシフトでき、この筋は三二銀、四一比においても応用できる。また、三二比には四六歩四五歩の仕掛けを狙える。1982年の王座戦、決勝三番勝負では、内藤国夫が、大山安春に対して、ポンポン、桂模様から振り飛車の動きを見てうまくシフトして、差し回していた。第一局では、 後手島飛車に対して、先手ポンポン、カツラ模様から四六歩四五歩、第二局では、先手島飛車腰掛け銀に対して、後手ポンポン、カツラ模様から五五歩四七銀五四銀と五筋くらい取りに、シフトし、内藤は両局とも勝利して、優勝を決めている。ポンポンカツラは先に、カツラ損をするがその代償として飛車先を突破するというもの。 相手の飛車は縦には窮屈だが、ポンポン、桂川は、一方的に飛車をなり、込めるため、対島飛車に対しては、第一図で、先手必勝である。また従来は、玉の遠い振り飛車穴熊には、天敵と言って良いほど価値が高いと言われていたが、近年は、玉の囲いを省略して仕掛けることで穴熊に組まれる、前に攻め切ってしまえるので天敵ではなくなってきており、仮に、 相手が穴熊に組めたとしても、しまひしゃ穴熊の場合でも、4三銀型にすると、第二図のような速攻を仕掛けられると出花をくじかれる、格好となる。先に銀を上がり腰掛け銀の形にできればよいが、穴熊に手数がかかった分だけ大抵は間に合わない。上のように、この先方は、相手が、どのように囲っても仕掛ける側が桂馬を跳ねるタイミングを、 耳に調整することができ、かつその微妙な調整により、従来って遅いとされる後哲いでもうまくさせば、先に仕掛けて、必勝型に持ち込め、さらにぶり飛車グマへの対策が出たことで、天敵もなくなったという究極の戦法である。近年、将棋クラブ24等ではとりわけフリー対局室において、独自の研究によりこの戦法の特性を見破った。 定級者がこの戦法で、次々と後段車を破って、連勝街道を走るとしており、今後大いに期待が持てる戦法である。従来、将棋において、必勝戦法は存在しないと言われてきたが、この第一図及び、第二図において必勝が確定するため、将棋の歴史を大きく変える、可能性があり、プロ側の早急な対策が待たれる。 角交換によって三三に飛ばせたカツラを裁かれる展開は避けたいので、四号で駒がぶつかる展開を避けるために四六歩をつかないことも寛容である。これが四五歩からの仕掛けと違って四筋からの振り飛車反撃が効かないというメリットが生かされる。振り飛車からの反撃策は一飛車、振り飛車側の人形によっても様々である。 右銀を5七に活用する形では2四歩に、対して6四角と打つ筋は有力で、それ以外には2四に飛車がいるタイミングで4六歩と、月同銀4五桂から3三角を含みにする、指し方もある。5四銀と活用できる場合は6五銀7六、銀7五桂を狙う指し方もある。第四図の先手陣形は、右銀型の速攻例で、 相手陣形の7四歩がついてある身の囲いに、対しては3五歩同歩4五形では、ほぼ、必勝形である。図の先手陣形は7七角マイナス4八銀型で、あるが、この先方では7七角なり同銀の展開は、ないので実際には8八角マイナス5七銀型でも、ほぼ同じであるが、身の囲いの7四歩を誘う意味もある。 第四図以下は四五同歩に三三角なり、同桂に四歩同歩同比三六歩三四歩、三五角に三なりに二歩三三竜で、三七歩成なら三一角、三二飛なら六六角、四四角にも六六角で、以下三七歩成に八六桂らが効く。これに六二桂なら四四角同銀三一竜で、あとに九四桂同行九五歩同行。 同高9散歩9急行の攻めが生じている。一飛車側の左銀の位置に関わらない急戦のため、飛車穴熊の出だしから合流することもでき、不人システム対策としても用いることができる。藤人システムは威力で構えているため36歩3、7K が6二玉7一玉と見合いになる。可能性が高く、この急戦が通常よりやりやすい意味がある。ありがとうございます。